ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。こちらは先日購入した LG の最新スマートフォン、Q スタイラスとなります。この Q スタイラス、前面には専用の保護ガラスを貼り付けて使っているんですが、見ていただくとわかる通り、この保護ガラス、やや右側の部分がずれており、また全体を見た時も、この周囲の部分に空気が入っていて、見た目が悪いのが欠点です。そこで今回は Q スタイラス用の他の保護フィルムを購入しました。今回はガラスタイプではなくて PDA 工房から発売されるプラスチックフィルムになっています。では早速開封して Q スタイラスの方に貼り付けてみたいと思います。PDA 工房の保護フィルム購入されている方はわかると思いますが、この数字の順番にフィルムを剥がし貼り付けていきます。まずは吸着面用となっている ① のフィルムを剥がします。続いて ② の表面保護用というフィルムを剥がします。貼り付けが完了しました。やや一部気泡が入ってしまいましたが、ディスプレイを点灯するとこのぐらいあれば気にならないかと思いますので、そのまま使いたいと思います。今回の PDA 工房の保護フィルムの場合は、ディスプレイの周囲の部分も特に気泡が入らずに綺麗に貼り付いています。やや左右が空いてしまいますが、この辺は仕方ないかと思います。カメラの位置も問題なく合っています。ということで今回は PDA 工房の LG Q スタイラス専用の保護フィルムを購入しましたのでご紹介しました。なおこちらの製品、販売ページについては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。価格など詳細が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。